サッカーファンの皆さん、こんにちは。ジョン・カビラです。青空の下、絶好のコンディションで迎えました。ピッチの温度は35度。エキシビションをお送りします。アビスパ福岡対横浜マリノス、生中継でお送りいたします。解説は元ヴェルディ川崎監督の松木安太郎さんです。こんにちは、松木です。よろしくお願いします。さあ、間もなくです。まもなくキックオフの笛です。ホームのアビスパ福岡、スターティングイレブンは塚本、中込、岩井、魔城、津波、園田、中田、ポログリオ、永井、マラドーナ、山下。続いてアウェーの横浜マリノス、川口、松田、小村、伊原、野田、鈴木正春、三浦、サパタ、山田隆弘、ビスコンティ、アコスタ。アビスパの調子はどうでしょう。最近少し疲れ気味ですね。後半の交代時期がポイントになるでしょう。ええ、野田、中田、この動きは読まれていました。園田、攻めてる時のディフェンスの意識が欲しいですね。ですか。トログリオ、献身的なプレー。タッチラインを割りました。サパタ、奪った。魔城、パースミスか。チャンスをものにできない。中央突破は難しいですね。アコスタ、ちょっとダイビング気味ですか。もったいないですね。痛んでいます。さあ、マリノスチャンスですね。セットプレーをきっかけに打開したいですね。直接狙いました。体の使い方がまずいですね。そうですね。華麗なパスワーク。チャンス、チャンス、チャンス。松田、マリノス調子はどうでしょう。後半になるとバテ気味になるので、今日もまあ最後まで頑張る必要があるでしょう。なるほど。前方から激しいアタックだ。中込、いいボディバランスですよ。鈴木正春、波状攻撃か。ホイッスル、ファール。今のは仕方ないですかね。浮き上がれません。おっと、イエローカードですね。まあ当然でしょう。マリノスフリーキックです。ここは大事に攻めたいですね。直接狙いました。トログリオ、マラドーナ、苦しくなりましたね。奪った、クリア。中盤でボールを回しています。松田、大きく蹴り出しました。さあ、速攻か。この動きは読まれていました。園田、前方から激しいアタックだ。鈴木正春、いい形だ。素早いプレス。トログリオ、高い運動能力です。スピードに乗ってドリブル突破。両チーム揉み合います。トログリオ攻めてますね。クロスのセンタリング、激しい競り合いです。アビスパ、マリノス、ファールです。今のプレーは軽率ですね。大丈夫でしょうか。さあ、アビスパチャンスですね。セットプレーをきっかけに打開したいですね。ちょっとボール持ちすぎですね。ですか。サイドをえぐってきます。ホムラ、ロングクリア。ここから早いですよ。チャンス、チャンス、チャンス。ディフェンダーの壁は厚かった。津波、一人で持ち込む。ミドルシュート、キーパー真正面。中田、長い、追いつけない。小村、カロープでクリア。中央突破は難しいですね。津波、前方から激しいアタックだ。三浦、中田、パスをつないでチャンスを伺います。さ
さあ、ゴールの匂いがするぞ。アビスパの動きはどうでしょう。動きはあんまり良くないですね。そうですね。中野美、松田、パスを回してますね。鈴木正治、チェック厳しい、献身的なプレー。つながるのか。山田隆弘、この動きは読まれていました。鈴木正治、素早いプレス。マラドーナ、井原、チャンスをものにできない。さあ速攻か。ちょっとボール持ちすぎですね。なるほど。中込み、マラドーン、これはチャンスですよ。クリア、ナイスディフェンス。これはいけませんね。魔女ブーイングですね。痛んでいます。マリノスフリーキックです。ここは大事に攻めたいですね。大きく蹴り出しました。ここから早いですよ。野田、いいパスだ。岩井、大きくクリアした。タッチラインを割りました。ふわっと上げた。いい判断ですよ。マラドーナ、華麗なパスワーク。もうちょっとスピードが欲しいところです。ここで笛です。前半終了。ここまで両チームとも無得点です。後半に期待しましょう。両チームともに決め手を変えてます。アビスパ、今日は少々荒っぽいですね。フェアプレーしないといけませんね。守りに入ると押し込まれますよ。ですね。中田、ディフェンスが集中しないといけません。そうですね。三浦、奪った。長い、三浦、ビスコンティ、ちょっとダイビング気味ですか。今のプレーは軽率ですね。大丈夫でしょうか。さあマリノスチャンスですね。セットプレーをきっかけに打開したいですね。ヘディング、読まれていました。これはものにしたいチャンス。ディフェンダーの壁は厚かった。中込み、山田隆弘、ナイスチェック。ホイッスル、ファールです。今のプレーは軽率ですね。傷んでいます。セットプレーからの攻撃。苦しくなりましたね。井原、イカローしてクリア。危なかったですね。グラウンダーで流した。献身的なプレー。アビスパですが、今日はどうでしょうか。オフェンスがいいリズムですね。そうですか。楽しみですね。素早いプレス。チャンスチャンスチャンス。中田、中込み、動きがいいですね。松田、園田、ナイスディフェンス。阿部パス、岩井、チャンスをものにできない。ここから早いですよ。体の使い方がまずいですね。なるほど。中田、鈴木正治、前方から激しいアタックだ。中盤でボールを回しています。切り替えが早い。マラドーン、井原、奪った。マラドーナ、鈴木正治、マラドーナ、クリア。アビスパの攻撃ですが、はい、どうでしょう。多彩な攻めを見せてくれますね。ええ、ふわっと上げた。このプレーはあっぱれですね。ビスコンティ、
きくクリアした。山下ナイスチェック。野田マラドーナいい形だ。素早いプレス。ビスコンティいいボディバランスですよ。ロングクリア。さあ速攻か。松田ビスコンティちょっとボール持ちすぎですね。ですか。山下ディフェンダーかわしてシュート。ゴスーンと決まった。山下ねじ込んだ。アビスパ先制のゴール。歓喜の渦のサポーターたち。さて VTR の用意ができました。いいシュートでしたね。ですね。さあ早く追いついてほしいですね。そうですね。アビスパディフェンスはどうでしょう。そうですね、とても集中してます。突破を許しませんね。なるほど。本戦です。さあ行きましょう。中田体の使い方がまずいですね。山田隆弘長い前方から激しいアタックだ。中田激しい大混戦です。三浦チェック厳しい。苦しくなりましたね。松田ディフェンダーの壁は使った。いいタッチラインを割りました。ナイスチェック。カロー来てクリア。まだチャンスはありますよ。ナイス切り返し。井原献身的なプレー。アコスタ一人で持ち込む。ここでシュート。ゴールラインを割りました。マリノスディフェンスここまでどうでしょう。いや危ない場面が目立ちますね。ですか。素早いプレス。中込マラドーナこれはチャンスですよ。チャンスをものにできない。中央突破は難しいですね。ちょっとボール持ちすぎですね。ですね。園田高い運動能力です。マラドーナこの動きは読まれていました。さあ行きましょう。山下野田さあインジュリータイムです。体の使い方がまずいですね。そうですね。クリアビスコンティ。1対0アビスパ勝ちました。今日の試合振り返ってみていかがですか。最後まで緊迫したいいゲームだったと思いますよ。なるほど。実況はジョン・カビラがお伝えしました。それでは皆さん次の試合でお会いしましょう。頑張ってください。